こんばんは、釣り好きやねん東京支部です。先日すごく久しぶりに釣りをしてきました。なんですがすごく悲しい結果に終わってしまってまして、ちょっとなんとか釣果を上げたいということで、はい、いろいろと買ってまいりました。私ルアーの釣りが好きなんですけど、そんなことをもう言っている場合ではないということで、はい、こちら、まずはちょっと釣果を上げて、で私一人でも魚が釣れるんだという、 こう自信をつけてから、まあ、ルアーの釣りをしようかなということで、まあ、サビキちょっと買ってきました。サビキ用の餌はこの2種類をちょっと買ってみました。でですね、ここでサビキで何かしらの釣果をあげて、魚釣れた、私も魚釣れるんだという自信がちょっとついたら、シーバスに狙いを切り替えたいと思います。ルアーも買い足してみました。まずはイワシ、アジ、そこからシーバスという感じで、狙っていきたいと思います。ということで行ってきます。はい、ということでまた豊洲ぐるり公園にやってきました。ただまた雨ですまあもうこの時期はねしょうがないと思うんですけど、まずはサビキから今日は始めます。今日ちょっと釣れるように験担ぎをしてきてて、時もスタンが大物釣れたらサバスを飲む、プロテインを飲むっていうのをやってたんですけど、あやかりたいなと思ってサバスの飲ませてすごい短時間で爆釣してた時に、いつも船の中の移動で松田聖子さんの曲を聴くっていうのがなんかブームだった時があって、松田聖子さんの曲を繰り返し聴いておりました。よし、いざリベンジ。雨もちょうど上がりましたね。よしです。あ、いるいるいる。早速足元にイワシ発見。よし、もうここでやろう。はい、じゃあ最初はこっちの餌でやっていきたいと思います。よし、行きます。こんなにいるのになんで来ない。ですか？しかも結構大きい。わーい。よいしょ、ちょっと待ってよ。はい、よいしょ。やったー。やったー。この城ゲットでーす。嬉しい。
本当に嬉しい。やったー、ありがとう。すごい嬉しい、本当に嬉しい、ありがとう。あ、本当にすごい、背びれがピョンって長いですね。じゃあ2匹目行くぞ。あー、しかもまあまあ引いてすごい楽しかった。これですよね、釣りってこれですよね。あー、安心。もうあれだな、やっぱ毎回もうプロテイン飲もう。プロテイン飲むし、松田聖子の曲聴きながら来よう。この餌は結構こんな感じで中に残っちゃう。だから網に、この網目から出なくなったら変えた方が良さそうですね、新しいのに。ちょっとこっちも使ってみたいと思います。そんなに差があるのかどうかは。でもこっちの方がやっぱオキアミの大きさが小さかったりするのかな、どうかな。ちょっとやってみます。全然釣れないんだな。おおおおおおお、来た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 、よいしょー。とわー、ちち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 ょち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 ょ、おお、はあ、びっくりした。やった、2匹目もこの城。あー、2匹目もこの城でした。突然すぎてびっくりしちゃった。でも同じぐらいの大きさ。やった、嬉しい。ハビキの強化はこの城2匹で終了したいと思います。いやー、嬉しい。やっぱり釣れると、1匹釣れるのと釣れないのとじゃあもう全然違いますね。ってことで、こっからはシーバス狙いにちょっと切り替えたいと思います。こっちはちょっとどうだろう、サビキよりも、まあ、確率がガクッと下がるとは思うんですけど、やってみます。釣れることを信じて。はい、では本日の釣り終了です。はい、お疲れ様でした。じゃあ今日はまあまあな時間粘ったんですけど、結局ちょっとシーバスは何の当たりもなくでしたが、ようやく一人で釣ることができました。この城2匹めちゃくちゃ嬉しいです。ほんとよかった。サビキでは釣れましたと。でもやっぱりルアーの釣果を上げたいので、次ちょっとシーバス釣れるところメイン、まあ
釣果も欲しいんでサビキもちょっとはやるかもしれないですけど、メインはシーバスで釣りやっていきたいと思います。ということで本日もお疲れ様でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録よろしくお願いします。